それではルビックスフラッシュの皆さんから、ビートボディーボーイの思い出の方を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、思い出ありますか？思い出はもう BBB は、はい、インディーズの CD 出してる時から僕が作らせてもらってて。なるほど。はい、もうずっと家にメンバーが来てくれて、こんなんがいい、こんなんがいいって一人一人とお話ししたり、うん、バスターとコラボした時もこうアレンジを担当してもらって一緒にこうやったり。あ、じゃあ結構月が長いですね。はい、もう最初からずっとやってます。なるほど。こうやってメジャーデビューするの、はい、ね、嬉しいですね。あ、嬉しいんですけど、なんで俺作ってないし。なるほどね。なんで俺じゃないんですか？メジャーデビューするのに、なんで俺じゃないんですか？ビートバディーボーイはこれがすごいってありますか？もうそんなん、踊りがまず、パフォーマンス、なんかもう、単純に踊りが上手いとかじゃなくて、構成が上手かったり、作り方とか。もうそこがすげえリスペクトありますね。見てて飽きないですね。今はジーミックですよ。ジーミーの皆さん、皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。もう僕らは待望のメジャーデビューだと思ってます。思ってます。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。メジャーデビューしてからどう勝負するのか僕らも結構楽しみなんで、はい、応援してます。頑張ってください。イエーイ。はい、以上グルミックスフラッシュの皆さん、ありがとうございました。